ガチンコファイル塾、始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん今日ですね、今お声聞こえましたかね、今日もですねスペシャルなゲストをお招きしております。お名前ですね、マウさんという方なんですけれども、ヒルトンのダイヤモンドとかですね、マリオットプラチナ、 IHG もプラチナを持ちでですね、あとはあの航空会社も ANA のダイヤモンドですとか JGC も持ちということですね。実はですね25年間ベテラン行政書士として大活躍されていて、こう創業支援ですとかそういったことに非常に強みを持っている行政書士で、かなりお忙しい、引っ張りだこだという話でございます。今日はですねそんなお忙しいマウさんにお越しいただきましたけれども、なんとあの海外法人を設立したりとか、海外のクレカなんかもですね非常に研究をされてて、よくよくご存知の方だというふうに伺っておりますので、今日いろいろですね聞いてみたいというふうに思っております。マウさん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですねカードラウンジ、かなり業務でお忙しい中だと思うんですが、本当にいろんなこう日本国内国外飛び回っているそんなマウさんですけれども、カードラウンジでおすすめがあるっていうことを聞いたんですが、どういうところがおすすめなんでしょうか。このお話聞いてる方は多分修行されてる方も多いかと思いますけども、やっぱり空港は海かと言っていいぐらい行ってらっしゃる方多いと思うんで、そんな中でやっぱり休憩するにはどこって、ステータスを取るまではどうしてもカードのラウンジを利用するのかなっていう部分もありまして、はい、僕自身カードラウンジは昔からよく利用してたので。ちなみに何かこうおすすめのカードラウンジってありますでしょうか。私ビールとか好きなんで、ビールがタダで飲めるなっていうのでセントレアは好きですね。セントレアですか。セントレアちょっと私は行ったことないんですけれども、何かこうセントレアのおすすめのポイントってありますでしょうか。セントレアですと、もう申しましたようにビールが飲み放題っていう、カードでタダで入ってるけどタダで飲めるというすごいとこなんです。今回日本で初めてセントレアで、最近オープンしたんでしょうか。はい、新しいプラザのプレミアムラウンジっていうのもできたんですけども、国際線の制限エリア内に普通ですと5000円からですね払えば入れるんですけども、プライオリティパスっていうのを持ってればそこは入れます。じゃあプライオリティパスをお持ちの方はこう絶対行った方がいい、おすすめのカードラウンジがまさにここのセントレアということですね。そうですね、セントレアのプレミアムラウンジはオープンしたばっかりですけども、5月27日にオープンしたのかな。なるほど、じゃあオープンしたばっかりですね。5830円、普通だとそれぐらい払わなきゃいけないんですけど、プライオリティパスを持ってれば無料で入れますね。もちろん航空券があればですけども、なければ制限エリアに入れないからそれは大丈夫なんだ。なんかかなり席数も多くて、お酒やドリンクがずっと飲み放題食べ放題だったりするんですか。そのようですね、2時間くらいですか、はい、大丈夫ということで。これはいいですね。ちなみに実際ご利用されて食事をしたりと、はい、あとなんか温泉施設もあるんですか。プライオリティパスを利用するっていうなると、セントレアすごくてですね、フライトオブドリームズっていうボーイング787実機が1号機が飾ってある施設があるんですけど、はい、そこの2階で以前はパスタとピザのお店がやってたんですけども、3月で打ち切りになりまして、その後に3階入り口にあるハンバーガー屋さんですね、こちらハンバーガー屋って言ってもバーガーと併設したレストランなんで、いろんなものが注文できるんですけども、そこがプライオリティパスの提携先になったので、そこでハンバーガーとかビールとかいろいろ注文できます。はい、いいですね、かなり充実してますね。そして空港の中には空の湯っていう空港温泉があるって、コロナ中ずっと閉鎖してたんですけど、今年になって復活して、で6月頃からプライオリティパスで入れるようになりましたので、それまたおすすめですね。やっぱり今プライオリティパスの話が出てると思うんですが、まさにプライオリティパスを持ってると、はい、こう140以上の国とか地域ですね、あと500以上の都市で、はい、本当にラウンジはもう1200カ所以上ですかね、世界のラウンジを使用できるっていう、まあ、サービスがプライオリティパスだと思うんですが、そんなプライオリティパスっていうのは、マウさんどのようにゲットされたんでしょうか。アメックスのゴールドとかプラチナとか、あとはANA アメックスだとかにもプライオリティパスはついてるんですけども、アメックスのプライオリティパスは空港のラウンジしか利用できないことになってるんで、レストランですとか温泉施設って利用できないんですよ。プラザラウンジは使えますけども、温泉施設とかハンバーガー屋さんで使おうと思えば、はい、別のカードで大事なものを作る
必要があります。具体的にはこうどのようにそういったあのプライオリティパスをゲットされたんでしょうか。おすすめとすれば楽天プレミアムカードが一番お手軽に入れるんじゃないかな。年会費が一番1000円なのかな。プライオリティパスにもプレステージ会議っていうのがありましてついてきますので、それだと1回3400円分ぐらい飲み食いでっていうのがさっきのレストランだとか温泉施設での決まりなんですけど、それを超えた部分は差額を自費で払うっていうシステムになってるので、そういう感じでやるとすれば3回4回利用すれば年会費分はもうペイできる感じになりますので。そうですね、確かにお得ですね。ちなみに楽天プレミアムカード以外には何かプライオリティパスがついてくるようなお得なカードっていうのはあるんですか。あります。セゾンのビジネスプラチナカードとか、年会費は2万2000円に上がってしまうんですけども、自動で毎年プライオリティパス更新されて送られてきますし、あと年間200万円以上決済すれば楽天プレミアムカードと同じ1万1000円に年会費がダウンしますので。プライオリティパス、皆さんこう普通に入るとなると大きく分けるとまあ3つ会員のランクがあってですね、スタンダードだと US ドルで年会費が99ドルですね。もう一つ上のランクだとスタンダードプラスっていうのがあるんですけれども、それは US ドルで329ドルで、今マウさんおっしゃったプレステージはですね、なんと年会費がですね US ドルで469ドルということなので、そうですね、今の為替で計算すると6万5000とか7万弱ぐらいですね、はい、そうですね、ということで、それがついてくるっていうのは非常にお得ですね。特にこのプライオリティパスって海外の空港で使えるラウンジがいっぱいあるので、これは持っておかなきゃ損ですね。もう本当にガチンコマイル塾のこの YouTube をご覧になっている皆様はですね、本当に国内外旅行行くのが本当にお好きな方が多いので、ガチンコのリスナーさんは必須のカードっていうことですね。そうだと思いますね、はい。まだまだですね、たくさんのお話聞きたいなというふうに思うんですけれども、ちょっと時間の都合でですね、一旦ここで終わらせていただいて、また次回の回でですね、カードラウンジについてですね、少し深掘りしていきたいなというふうに思っております。もしですね、ガチゴマイル塾の発信ですね、ご興味がおありになる方はぜひ概要欄をご覧になっていただいて、メールマガジンの登録ですとか、あとはチャンネル登録ですね、いいねマークもポチッと押していただけるとありがたいと思っております。はい、じゃあマウさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ガチンコマイル塾。